こんにちは、まゆです。いつもありがとうございます。今日はアドベントオラクル、アドベントカレンダーのようにですね、毎日24日間、12月中に1日ずつ何かオラクルメッセージと言いますかね、一言メッセージっていうのをお伝えするという企画にしております。今日、3日目の今日はですね、こちらのカードを使って、今回タロットですね、このカードを使って A、B、C 選択型、選択式にします。で、A、B、C でお好きな今の時点でピンときている選択肢があればそれって決めていただいて、もしくは今からカードを出してから一緒に読んでいきましょう。受け取るものっていうのをシェアできたらなと思います。では、A さん早お !A さん2枚。出ました。ラバーズとラバーズのカードとクイーンのペンタクルでございます。はい、これが A さん、 A を選んだ方、スペースできるかな。はい、では B を選んだ方、どんなメッセージ、どんなカードが届くんでしょうか。B を選んだ方に今日あなたに送りたい言葉、送りたい一言メッセージみたいなのを、嘘B さんも2枚はい、ストレングスとハーミット、やば、ちょっと ダイアルカナフィーはちょっとスペースあります。これは何ですか。これちょっと想定外でしたけどね。すごい、1枚分のスペースしか取ってない。では C を選んでくださった方に、本日送りたい一言メッセージ、 C さん、 C を選んだ方へは、あ、これ、あ、1枚ですね。 C を選んだ方、こちら、スさん、ちょっと全部、ほぼほぼ全部ダイアルかなっていうね、すごいラインナップになってしまいました。すごい、何これ。今日は皆さんのエネルギーがパワフルに、なんかこうゴッてこう人生観が根本からね強固になったりですとか、ガッて変わられたとか、そういうのが全体的にあるんですかね。これすごい。では早速絵を選んだ方、こちらの2枚のカードが出ています。ラバーズのカードっていうのは、まあ、基本的には男性性女性性の統合と言われています。で、入ってくるイメージとしたら、ちょっとまあこのカードね、独特なイメージもあると思うんですけど、今これをご覧くださってる方の生物学的な性別がどんな形であれ、愛されるっていう体感、愛されているっていうことを体感してねと、意識してみてねっていう風に聞こえました。今愛されてる、うわ嬉しいって、この感覚すごく好きって感じられてる方も 2,3 割いらっしゃるみたいな風に入ってくるんですけど、でも多くの方にとって私なんてとか自分なんてとか、そういう感覚があってももちろんよくて、それを丸ごと OK にした後、愛されてるって例えば感じられることってどこであるんだろう、今ここで感じられないだろうか、どこにあるんだろう、ここにあったとしたら何を感じられるだろう、存在しているだけで愛されてる、愛されてなければ存在していないっていうね、まあちょっと論法みたいな風になっちゃいますけど、愛されてるっていう実感が今とても必要なタイミングにいらっしゃるというかね、その統合、この愛し愛するっていうどちらも含めてご自身の中にあるっていうのが、まあ、統合の、まあ、すごくなんか本質的な部分だと思うんですよね。男性性女性性、与える側受け取る側っていうものであったりとか、陰と陽であったりとか、まあ、大きな意味ではたくさんあるんですが、今入ってくるのはやっぱりこの A を選んだ方にとって今日の一言、今日送りたい一言っていうと、あなたは愛されているんですよって、ものすごくめちゃくちゃ心から愛されているんですよ。誰に何にっていうところを条件的にしてしまうと苦しい部分がね出てきてしまうかもしれないんですけど、ただあなたの存在っていうのは宇宙から、もうそのあらゆるものから、この世界からですね、愛されてるっていうことを思い出していてほしいみたいなね、そこを多分何か与えることができてらっしゃる方なのかなと思うんですよ。
こうギブの方、愛する側はできてて、 愛されているんだ、私も与えられているんだ、たくさんの豊かなものを十分もう溢れるほど与えられているんだっていう、そちらの受け取る感覚っていう方をバランスが取れたら、この完全なねラバーズというか2極が統合して一つになれるっていう風に感じられます。まあ、その流れもあるんですけど、このペンタクルのしかもクイーンになってくると、まあ、これねまた女性性が続いてますよね、ここにね。クイーンが出てますが、まあ、ペンタクル基本的には物質世界の豊かさって言われてますよね。こう、まあ、地のエレメント、土地の大地のエレメントって言いますので、何か地道に水をあげ、肥料をあげ、育てていくものが大地からの、例えば農作物だったり植物だったりっていうことだと思うんですが、それと同じで何か一つ一つ愛情を込めて育てていく、これつまりご自身なんです。ご自身でもあるんですけど、やっぱりこれちょっと愛おしげにね見ているクイーンなんですけれども、うん、わかりました。これペンタクルって基本的には物質界での豊かさっていうのを表すって言われるんですが、今ここで受け取るメッセージっていうのが、ここで例えば愛される感覚、愛されているんだということを思い出す、あなたはものすごく心から愛されている存在なんですよっていうことを思い出すっていうことに関して、この、まあ、もう本当に慈しみの目線と言いますかね、これがそのままでいいよと、その例えばそんなすぐに愛されてる感じなんて感じられるかいみたいな感じで思われていても、丸、なんかまあこの丸もそうなんですけど、なんかそれをその少しずつの進化変化成長で全くもう丸ごとそれでいいよと、だから慌てずにゆっくり地道にコツコツで大丈夫だから、慌てずにね、いきなり自分を認めるところからとか、何か手前のところでねつまずくような感覚があったとしても大丈夫、一つずつそれは必ず溶けていくことだからと、だからそのままで、丸ごと見守っているよっていうふうにも見えます。今日のね、あなたへお伝えしたい、送りたい一言というと、絵を選んだ方はそんなふうに見えました。愛されているということを思い出す、でその思い出す感覚を慌てなくても大丈夫ですよというふうに聞こえました。はい、ありがとうございます。では B を選んだ方いきましょう。この2枚ですね。 B を選んだ方はこのストレングスとハーミットです。この2つのカードから入ってくる、今 B を選んだ方への本日伝えたい送りたい一言メッセージっていうのは、このストレングスっていうカード、これは女性がね立派な獅子をですね手なずけているというよりは、この内なる強さ、いわゆる強いって言った時に、じゃあ筋肉もりもりで何でも大きなものを、重いものを持ち上げられたりとか、そういう強さって浮かびがちなのかもしれないですが、ここで言われている強さっていうのは内なる強さで、その強さの表し方、例えばそれが権力であったりとか、ご自身の自信であったりとか、自分を信じる力ですよね、その強さ、例えばすぐに折れないとか、そういった強さもあるかもしれないんですが、その強さっていうのが、いわゆるですねジェントルタッチってよく言われるんですよね。強さってじゃあ誇示するものかと、えばり散らかすものかというと、そうではないですよね。なのでご自身が、例えば自分はこんなにもできるんだとか、自分だってこれぐらいできるんだとか、思われることたくさんあると思うんですよ。そんな生きてたらね、例えばこの他の方のね、例えばうまくいってる状態見たりですとか、 SNS でね見たりですとか、例えばそういった感情が湧くかもしれないです。そこには全然問題がなくて、ただそれを今日お伝えしたいメッセージとしては、あなたはそんなことしなくても十分に美しくて強くて成功していて満たされていて愛されていてっていう、全て完璧な状態っていうのを思い出してほしいっていうのと、そんなに例えばライオンで言うと、獅子で言うと、うおーって、雄たけびみたいなね、雄たけびを上げて強さを誇示しなくても、もう存在感があるんですよと、あなたがちょっとした本当に些細な一言とか、
ちょっとした言動、何かの行動とかで人が癒されたりとか、誰が見ているでもないそういうところにあなたの美しさとか強さとかっていうのがもう凝縮されていて、そんなあなたが例えばいわゆる頑張って何かを社会に見せなきゃいけない、誰々に見せなきゃいけない、どこかの、コミュニティとかそういったところではっきり言っていかなきゃいけないんだっていうふうにもし駆られているような気分であれば、そこはあなたの美しさ強さっていうのはジェントルタッチでもう本当にちょんってやっただけであなたの強さがブワッて伝わるというかね、つまりあなたがあなたらしいことに集中していて、さりげないあなたの自然な言動に人々が癒されたりとか、何かインスピレーションを受けたりですとか、本当にすごいなあなたって思うようなね感じになるんですよっていうことを思い出してもらいたいっていうふうに聞こえるんですよ。でその、まあ、ヒントというかやっぱりまあハーミットが出てますので、この内なる力、やっぱりな中へ入っていくことでこの星をご自身の中に見つける、それがこういったね、自分を信じる力、信頼する力、自然な流れを信頼して全てうまくいっているっていうことを思い出すというか、ね、その本来の流れに戻すっていうことができますよっていうふうに聞こえました。なのでもし今肩に力が入っていてね、なんであの人はできているのに自分はこうじゃないんだとか、なんでこの人は自分が求めていたこととか物とか人っていうのを手に入れていて私にはないんだ、自分にはないんだってもし思うことがあって、その力をベースにこう何かをねこう示していくっていう行動もしされていたら、それは肩の力を抜いてご自身の力を、本来の力はリラックスした時にもう大発揮されるんだよっていうことを伝えてる、そんな風に聞こえました。はい、ありがとうございます。では死を選んだ方、はい、こちらザ・サンですね、太陽大アルカナのカードです。基本的には、まあ、その成功とか幸せとか健康とかね、もうとにかく輝く太陽のような存在だったりっていう風に読みますが、今チューニングした感じで受け取るものっていうと、まあ、ちょっとここの太陽、このカードのイラストにもあるんですが、ちょっとねここがやっぱり目立ってくる感じなんですよね。なのでここの日差し、光っていうのをいっぱい存分に浴びてねと、死を選んだ方に送る今日の一言メッセージっていうのが、今ご自身がすごく成長、この太陽の光とか栄養分みたいなね、つまりそれが知識であったりとか、時間であったりとか、人間関係であったり、こう誰か人とのご縁であったりとかっていうね、なんかそういったものが降ってくるというか与えられているっていうのをもうバンバンに受けて、バンバンに受け取って、大きくなっていく、つまりご自身の本来の力をムクムクとですね取り戻していく、手に入れるというと、今までなかったっていうふうになりやすいんですが、もともと持ってらっしゃるものがどんどん開花していく、花が開いていくようになるっていう、そういうふうに入ってくるというか聞こえるというか、死を選んだ方が今とても成長もぐんぐん期と言いますかね、何が言いたいかというと、その入ってくるもの、得られる豊かさ、今どんどん流れ込んでいるので、それをブロックしないでほしいっていうふうには聞こえます。なので私なんかにとか自分なんかに、いやちょっとそれはちょっと大層なもんじゃないかとか、逆にその思い込みで本来入ってきているものを、ご自身はいやさ自分なんてそういうね そこにはふさわしくないんじゃないかって思っていると、きれいにブロックできちゃうのでね、それをとても心をオープンにして、あなんかいっぱい来てるんだと、自分には、与えられるものが全て与えられていて受け取る価値があると、受け取ったからこそそういった栄養分、つまり知識もそうですし、まあ、ピンときたインスピレーションもそうですし、シンクロみたいなご縁とか、なんでこんなことがあっていうね、なんかそういうものが素直に、起こるのを許すっていう感じですかね。いっぱい降ってきているよと、たくさん栄養分いっぱいの光とか、太陽の恵みですよね、何かそういうのもそういうものが入ってきているからこそ、遠慮なく受け取ってください。遠慮なく受け取って、それを素材に、それをあなたの力に、栄養分にして、どんどんぐんぐんですね
竹を伸ばして花を開かしてみたいなね、そういった本来の持ってらっしゃる輝きみたいなものを開いていってくださいというふうに聞こえました。では、ありがとうございました。今回オラクルリーディングの、オラクルアドベントみたいな感じですね、アドベントオラクルみたいな感じでやらせていただきました。楽しかった。なんかその今このタイミングでこの選択肢を選ばれた方にはこういうふうに伝えてほしいみたいなね、なんかそんな感じな基準で今メッセージというのを受け取るっていう意思でやってみたんですが、何かちょっとでも役に立ったなっていう部分があったりですとか、ああ確かになと思われたりですとか、何かそこはちょっとみたいなね、どういった形でもいいので感想などをですねコメント欄でシェアしてくださると、そんな風な交流がねとっても嬉しいなと思います。高評価チャンネル登録で応援してくださると、そちらもかなりものすごくですね励みになりますのでよろしくお願いします。ではお話できて嬉しかったです。ありがとうございます。ではではまた。